です。おやすみです。帰宅、今帰ってきたんですけど、ちょっと飯でも作ろうかな。あ、これ僕の部屋です。殺風景でしょう。なんか留学生がどういうの食べてるのかなっていうのを見せようかなと思います。そうですね、着替えるか。さっき適当にあのスーパーで買ってきたんで、どうぞ。おなじみサインズベリー。サーモン、サーモン、お、安くなってる。出るやつ。お、これも安いぞ。なにこれ、わかんない、買おう。これ全部安い。じゃあこれでいいや。グレープ酒でも買おう。セルフレジですね、全部。13ポンド1800ぐらい。さあ、ってことで作っていきます。部屋着に着替えた。今日ちょっとあの豪華にしてます。そう、動画撮るんでね。今日作るのはトマトスパゲッティ。いつも食べてます、僕。すごく安くてこればっか食べてます。サムネイルを作ります。見ようと思わんな。そう、うちキッチンないんですよ。だからここ使ってます。まあ、一応僕フレンチレストランで2年ぐらい働いてたんですけど、あとそれ以外も居酒屋とかちょこちょこやってたんで、料理は多分する方かな。ちょっとだけできます、軽くですけど。なんで今日はカルパッチョとかやったらパッと作れるでしょ。安くなってたこいつらで作ろうかなと思ってます。でメインはトマトスパゲティですね。いつも食べてるやつ。使う食材はこちら、スモークサーモン、マスカット、草、レモン果汁にオリーブオイル、塩コショウですね。私はコショウは潰してます。こちらの方が香りが出るので。作り方は簡単です。よく手を洗ってこちらを盛り付けるだけですね。ドレッシングを作っていきます。潰したコショウにオリーブオイルですね。これも全部適量で大丈夫です。じゃあレモン果汁ですね。塩ですね。これをよく混ぜ合わせます。先ほど思ったこちらですね、こちらですね、こちらですね、こちらですね。先ほど思ったこちらにこのソースをかけます。じゃあつまみもできたところで、酒。フレンチで2年働いたんで、テイスティングとかいろいろさせてもらいました。お酒のね、美味しい美味しくないとかすぐ分かるから。いただきます。あー、冷たい。なんか配信みたいなことしてみたいですね、こんな感じで。いただきます。うん、うまい。でもこれは前菜ですからね。僕は普段は今から作るスパゲティしか食べてないんで、誤解しないように。これはちょっと調子ありました。どこだ、パソコン、どこだ。あった。ちょっとコメント読みます。2日前寝る前に海山チャンネル垂れ流しにしてたら、夢に海山チャンネル出てきました。ありがとうございます。海山じゃなくて海山チャンネルが出てきた。実際めっちゃ喋れるみたいですねってコメントいただいてるんですよ。ありがとうございます。そう見えた。これね、イギリスのスタバでそうそうドリンク頼んでみたみたいな動画で、僕全然喋れないですね。日常会話もできない。僕だって働いてるから、スタバの英語に特化してるんですよ。絞って覚えてしまってるんで、スタバだけなら僕めちゃめちゃ肩回せるんですよ。スタバから一歩でも出ると僕もうちっちゃくなります、背中。アンチコメントを自然に囲まれながら読んでみたっていう動画ですね。この動画で友達がいないってこと言ったんですよ。なんで誘われないんだろうってこと言ったんですけど、それに対してコメントですね。受け身なのは良くないんじゃないですか。誘われたら行くとか。その通りやんか。パスタそろそろできそうやから紹介しようか。でちょっと食材を紹介しますね。こちらがメインなので、はい、スパゲッティ、オリーブオイルで、今回の肝となるこちらですね、トマトベースです。これはね、なるべく味の濃いものを選んでください。チーズです、粉チーズ。まあちょっと飾り付けにローリエの葉なんかもいいかなと思います。それじゃあちょっと麺を入れていきましょうか。あーでも麺入れどうしようか。先に麺入れたらいいか。じゃあ麺入れる先に。どうしよう。あーもう、ごめんなさいね。どうしよう。いや、できたものこちらにございます。一応あの作り方あの載してるんで、 YouTube もう簡単ですよ。
シャリが入っときゃ味が分からん。なんか今日同じとこで働いてる日本人の人がお客さんに連絡先聞かれてたよ。僕指くわえながら見てた。それあ、宮山さんのセンスがあるので応援したくなるんですよ。ありがとうございます。ほんとまあセンスってやっぱ磨きようがないんでね、生まれ持った才能やから、こればっかりはどうにもならないんでしょうね。なんかみんな気づいてない、なんか情報あるかな。イギリス情報、ホームレス多いですね、イギリスの方。まあ、海外全部そうなんですけど、お金せがんでいきます。お金くださいって。この前ね、すっごいせがまれたんで、ポケットに入ってたら5ポンドあげたんですよ。日本円で言ったら750円ぐらい。ちょっと多いんですけどね。ポケット入ってたら、もう、はいって私たち。ただ、すが、もう、Thank you とか言ってて。で、僕ね、YouTube の撮影をその辺でしてて、撮り終わったので、さ、帰ろうかなと思って、駅の方に行ったら、そいつがいたんですよ。あいつおるやんと思って、パーツ見たら、鳩にマックのポテト巻いてました。あれ、しばこうかな。好き嫌いすな。全部食え。お前は、セット行っとんかな。ハンバーガー行ったやろな。で、ポテト行って。ドリンク飲んで。マック行くな、そもそも。すいませんでした。あら、なんか新しい人からコメント来てるよ。突然失礼します。現在、とある国の語学学校に通っていますが、ほとんど日本人です。私は30代コミュ障で友達が全くいないのですが、どうやって生活を送るべきでしょう。もしよかったらどのような留学を送っているのか教えていただけませんか。ほとんど日本人の語学学校、あるあるですね。今は僕はイギリスに来て5ヶ月ぐらい経つんですけど、最初の1ヶ月で語学学校行ってました。で、友達がほとんどできなくて、日本食レストランで1ヶ月働いて、辞めてスタバで働いてるって感じですよ。なんで来たんですか。なんで海外に来たのかっていうのを明確にすること。ワーホリビザで来てて、これから働くのであれば全然心配ないと思います。職場では絶対できるので、友達というか、もし友達ができなかったとしても、暇にはなんないんですよ、絶対。で、おのずと英語力も上がってくるんですよね。ちょっと続いたな、すいません。ガチ頑張ればね。もし日本人がいっぱいいるから嫌だっていうのであれば、クラスを変えてくださいっていうことを先生に言ってみる。もし無理だったら学校自体は変えた方がいいです。現地の学校を調べて行った方が日本人バリバリ少ないんで。で、私は30代コミュ障、クラブとかも行ってもいいと思いますし、僕がね、カナダ行った時にできた友達が、こいつ、おもろすげえと思ったやついるんですよ、一人。今のいっちゃん仲いいんですけど、尊敬してるんですけど、そいつはね、アホなふりしてたんですよね。そう。変なプライドが一切なくて、アホなふりしてたらみんな寄ってきてた、そいつに。そう、だって喋りやすいから。だから、壁とかあんま作らずに、アホなふりしてみるって結構大事だと思います。どうやって生活を送るべきでしょうかっていうのは、他の国とか行ってみたらいいんじゃないですか。もし海外行ったのであれば、その近くの国とかに一人旅って結構楽しそうですし。まあ、掃除で言えるのは、後悔しないこと大事ですよ。このために揃えてくれ。このコメント。コメントすりゃいいやんって話なんですけどね。あとなんかね、なんかある？やってほしいこと。これ前回も言ったんですけど。なんかやってほしいこととか言ってほしいところあれば、ちょっともしよかったらコメントお願いします。このままやったら僕多分自分の世界作り出すわ。海山ワールドまだ売れてもないのに。なんでもしなんかやってほしいこととかあればコメントください。彼女の登場待ってます。おこがましい、シャワー出れないわ今。うちだけかわかんないですけど12時以降シャワー出れないんですよ。大家さんがね起きちゃうから。まず、あ、しゃあないですね。シャワーがねなんか熱いんですよね。熱すぎるからパッて肩に当ててパッて冷ますみたいな。2秒当てて2秒冷ますみたいな浴び方してて毎日。さすがに熱すぎるから大家さんに、え、ちょっと待ってこれ何度、結構熱いからちょっとしんどいんやけどって言ったら、大家さんが、あ、ちょっと見てくるわってバーって見て、でファーッ戻ってきて50でやった、ドッキリやんな、体温超えとんがな。その後下げてくれたんですけどめっちゃ冷たい。まあこんな感じですね。まあ掃除で言えることは、要は結構お酒飲んでて、今朝の4時ぐらいなんですけど、今日6時出勤ですね。